広芝居.com 今日はヤマハのジョグのテールランプバルブですね、電球の交換方法をしたいと思います。リクエストでこんな感じで本編ブログのような感じではなくて動画で見てみたいですということでしたので、ここですね、これです。ブレーキランプとテールランプ、これのバルブの交換方法ということで、一応ですね、ウィンカーライト、ウィンカーのバルブですね、もうすべて中からなんですよね。ここにネジありますけど、外は一切関係ありませんので。そしてヤマハのジョグはガソリンタンクがここの辺にあるんですけど、これさえなければですね、リアフェンダーを外して手を突っ込んだら簡単にできるんですけど、そうはいきません。ですので、このシート下カウン、これですね、これを外してあげる必要があります。最低でも5センチぐらい後ろにずらせれたらいいんですけど、ジョグの場合はガソリン給油口がここにカウルの穴を開けてありますので、1回やっぱ持ち上げて外してあげる必要があるんですよね。早速作業してあげたいと思います。そしたらここから作業です。冒頭にも言った通り、リアフェンダー外してガソリンタンクの作りがもうちょこっと工夫されてたらですね、手を突っ込むだけで交換できるんですけど、ジョグはそうはいきません。まずここ2つ、ボディカウルとリアフェンダーをつなぐネジを外してあげます。ここは最後の組み立ての時注意点ありますので後で言います。このスクリューですね、もちろん逆側も外してあげて、そのまま 10mm で袋ナットを外してあげます。2つともですね。あとは外側にフェンダーを広げながら、テコの原理みたいな感じでシーソーみたいな感じに引っかかってますので、クイッと外してあげます。給油口から燃料こぼれた時のホースがここに入ってますので、抜いてあげるとリアフェンダーが外れます。そしてこの状態になると下側に空洞ができますので、手を突っ込むとですね、見てると分かるんですけど、ここバルブ反時計回りに回してソケットをまず外してあげるんですけど、このソケットがガソリンタンクが後ろにあることによって抜けないんですよね。ですので、ボディカウル自体外す必要があると言ったのはそのためです。そしたら前に回り込んで、どうせリアフェンダーを外さないといけませんので、バッテリーボックスカバーを外してあげます。通常の人はトルクスネジ T20 番ですね。私はもうプラスネジに変更しました。面倒ですので。これでバッテリーボックスカバーを開けてあげます。これですね。するとボディカウル前方とステップをつなぐネジがありますので、2つとも画面向こう側もですね、両サイドとも外してあげます。このスクリューです。次にボディカウル横とステップをつなぐネジを外してあげます。通常の人はネジじゃなくて、ここはクリップになってます。私は折れたのでネジにしてるだけです。クリップは真ん中を押して後ろから引っこ抜いてあげるタイプのクリップです。外したら今度は真上から見て作業をしていきたいと思います。まずシートを開けてあげて、1234ついでに567とボルトがありますので、これらを 10mm で外してあげます。まず画面右側4つを外すとメットインシートが外れます。残りの3つは後ろリアキャリアですね。キャリアを外してあげます。ボックスがあるのでちょっと見えてませんが、ここにボルトが1つあります。これですね。残りの2つも外してあげるとリアキャリアを外すことができます。これでリアキャリアボックスごとですが外すことができます。次はボディカウルの内側前方ですね。2つほどネジがありますので、これを外してあげます。上側は簡単ですが、下側はですね、フレームが邪魔してますので、こんな感じのくねくね工具を使うなど考えて外すか、もしくは板ラチェットを使って外す必要があります。2つとも外してあげます。これしとかないとですね、爪が折れたりしますので注意してください。必ず外しておきます。そしたらあとはカウルを開いていきますが、この前を開くとですね、この後ろの燃料コック周りのこのミニカウルみたいなのありますよね。これとカウルが外すことができますので、まずここですね、ボディカウル前方の爪を押すんですね。テコの原理で引っ張ろうとすると折れますので、グッとですね、押してみてください。ここです。ちょっと見にくいですね。パチッと音がしますので。これでしっかりとカウルを外すことができます。すると今度こっちが開くことができますので、ここですね。ちょっと見にくいですね。上、ここです。引くんじゃなくて押すです。パチッと音がして、こっち側もですね、見にくいですけど、これでここを開くことができるんですよ。その後に素早く給油口の蓋を外してあげます。これが引っかかってますので、そしてこれですね。あとはもうカウルを外していくだけです。上に引き上げながら、前方を開きながら後ろの方へ引っ張ると、この3つを同時にすると綺麗にカウルが外れます。ここちょっとまたひっついちゃいましたけど、ここの数ミリが大事なんですよ。これミニカウルみたいな、これ外すとこんな感じでカポッと外すことができます。めんどくさがってどれかを怠ると爪が必ず折れると言っていいぐらい折れると思ってください。あとはガソリンタンクにゴミが入ってはいけないのと、匂いがとんでもなくしますので、きちんと給油口をすぐに閉めてですね、これでジョグのボディカウルを外すことができます。当然これをひっくり返すとこんな感じで作業がしやすくなります。ここまで来ればあとはもう簡単ですね。そしたらテールランプ、ブレーキランプ、ウインカー、ついでにですね電球を交換してあげたいと思います。電球の交換方法は、まずソケットを反時計回りにひねって外してあげます。カポッと、先ほど手突っ込んで外しましたね、最初に。これです。で、バルブは押しながら反時計回りに回すと外れます。で、ちっちゃいですが、よく見ると横にポッチがあるの分かりますかね、高さの違うポッチが。これがありますので、ブレーキランプ、テールランプ、過去ポジションランプですね。これは間違えることはありませんので、向きを。入らないようになってます、こんな感じで。なので入る方できちんと入れてあげて、押しながら時計回りで今度は装着します。ソケットに装着したらソケットもボディへ時計回りで装着という形です。そしたらついでですのでウインカーランプも、ウインカーランプの右と左左右ともにありますが、片方だけしてみたいと思います。まず反時計回りでソケットをこんな感じで外してあげます。でウインカーに関してはウェッジ級ですので、このまま引っこ抜くだけです。ただ結構固着してる場合ありますので、力で、手の力で割らないようにだけご注意ください。怪我します、必ず。もしバルブ切れが起こった時はこの方法で新品に交換してあげます。装着はソケットへまずは挿すだけですね、ウェッジ球は。そしてソケットはボディの方へ入れてあげて、時計回りでロックという形です。左右対称ですのでウインカーはどちらも同じですね、やり方は。ということでこれでブレーキ、テール、ウインカー、バルブの交換方法ですね、完了となりますが、ウインカーの外側にここネジありますけど、これは関係ありませんので、割れた時ですね、カバーが、その時だけです。バルブはあくまでこの内側から作業する必要があります。ということであとはもう全戻し作業ですね、組み立て作業です。まあとかく注意点は爪を折らないことっていうぐらいなんですけど、リアフェンダーのところに少しだけ注意点ありますので、そこまで一気に早送りでいきたいと思います。カウルはめて給油コックを閉めてあげて、爪を確認して、スクリューでしたね、内側の前方にスクリューが2つあります。12と止めてあげて、リアキャリアはボルトが3つでしたね、 10mm で123と止めてあげて、ボックスをつけてる人はラチェットを使って1個だけ止めてあげて、あとの2つをチュンチュンと、そしてメットインシートかぶして、ボルトが4つでしたね、 10mm で4つを1234と、そのまま前に行って、ステップとボディカウルをつなぐネジを1、2と止めて、横を1、2と、皆さんはクリップです。そして、バッテリーボックスカバーを閉めて、1、2と。最後、フェンダーですね。ここ注意点あると言いましたけど、これ、まずは1箇所、ここに燃料が溢れた時に逃がすホースがありますので、これを穴に通してあげることが1点と、そのままですね、装着してあげて、爪があるんですよね。よく見るとテールランプしたスレスレに薄い爪があります。ですので先にですね、このボルト側、後ろを止めてあげます。しっかりとここ、この横ですね、この爪を締めてあげて、後ろのボルトからですね、順序としてまず台座、この丸台座を入れてあげて、カポッとカポッと2つともですね。そして袋ナットが2つでしたよね。1、2と締めてあげて、10ミリで締めると。その後に横のこのスクリュー、ネジで留めてあげると。やってみると分かるんですけど、この順序じゃないと爪からフェンダーが外れた場合、めんどくさいことになります。また2つの袋ナットを外さないといけないようになります。なのでここ、爪がしっかり入っていることを確認してですね、適当にしすぎず、最後に確認をして完了と。まずオンにしてポジションランプがつくことを確認して、ブレーキレバーで OK ですね。これでヤマハジョグ、テール、ブレーキランプ、ついでにウインカーバルブも交換という作業が完了しました。本当、カウルの爪を折らないようにだけですね、注意です。動画にない情報なども Twitter、Instagram、ブログで随時更新中です。